じゃあ今日のお昼ご飯は何ですか？なんだろう、家に何もないから買いに行くか。頼まないとない。誰か買ってきて。天使買ってきてくんない？天使、天使焼きそばパン買ってこいよ。そんでうち来て一緒に歩くやろうじゃん。私のもう一つのゲーミング PC 使っていいから。じゃあお家行くわ。あ、来る？待ってる。ちょっと待ってて。ほい。ペッペ来たか。ドア閉めて。突然のピーピー邪魔してます。後ろにピーピーいるよ。あ、みんなお墓なた。お墓なた、もう昼になるぞ。ため昼かなた、今かなた。でも10時って微妙ですよね。10時微妙だよね。あー、みんな見えてるよ。ありがとう。イエーイ、ピーピー見てる。見てるよ。転んだ、そう、転んだんだけど。それ本当なの？本当だよ。嘘つかんやろ。何やってんの？かわいそう。何やってんの？大丈夫でしょ。大丈夫？ごめん、そんな言葉が欲しかったの、私から。大丈夫じゃない。私が大丈夫とか言ったら気持ち悪いだろ。ご飯買ってきたよ。何を買ってきた？お前のセンスを見せてみろ。いや、みんなびっくりするんじゃないかな、これ。はい、弁当審査会始まります。始まります。じゃあ、サンドイッチ。おしゃれ、タリーズのサンドイッチ。お前タリーズとか入る度胸あんだな。メンタルがね。やべえ、これはうまそう。これは合格。そう、あと。いた！ちょっと待って。今ダメ、今ダメです。今ダメ、何もしてはいけない。アークをやっている。あとね、野菜スティック。野菜スティック。やるなおめえ。やるだろ。おめえおしゃれ系女子目指してんだろ。そしてじゃーん、納豆巻き。大好き。あと味を選べる。じゃがりこ。じゃがりこ。できる女。できる女だったな。みんなごめんね。みんなコメントで納豆巻き、うわー。やったー、納豆巻き来たー。納豆巻きで喜ぶコメントなんて見たことない。初めて見た。初めて見たわ、本当に。かなたん来ました。みんな私の後ろでガサガサ食ってんのはかなたんです。ガサガサ。かなたんこと、このライブ4期生、私と同期、はい、私の直前にデビュー。そうだっけ？そうだよ。なんでだよ。1日前ですよね。1日前だよ。私の1日前にデビューした天音かなたさんです。はい、天音かなたです。イエーイ。我々の分はありますか？だってリスナーさんの分の何か買ってきた？あ、朝マック買ってきたよ、リスナーさんには。やっぱりなんかいい匂いすると思ったんだよね。リスナーさんには朝マック買ってきました。いい匂い。いい匂い、最高。マクドナルドのマクドナルドの匂いって最高。マックの匂いこの部屋に充満してるよ。やっぱりその匂い嗅いでしまうと、例えば電車の中とかでその匂い嗅ぐと、あー買って帰ろうってなりますよね。なる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 。マジ匂いけど最高にうまい。匂いが美味しい。ポテトもあるよ、食べる？ポテト。ポテトあんの？あ、いる。いいよ、いただきます。うまい。うまい、ね、うまい、うまい。うめえな。うまっ。でもうまい。ありがとう、大使。うん、後でお金渡すね。いいよ、収益取ったらお焼肉おごって。二人とも収益取ってねえんだからさ。底辺同士の譲り合いをやめて、そういうことにするか。そうだな。取ったらお互いもうおごり合いまくる、うん、それでいいよな。そうしよう、そうしよう。
おごるぜ、私の T シャツの売り上げで。そうしてくれ。もう今はね、500円600円おごりおごられでありがとう言ってる状態だからね。みっともないよね。みっともない、ほんとに底辺底辺、これでみんなホノライブの底辺だ。これが収益化を得られなかったものの姿だよ。末路、末路、末路だよ。うまっ、おいしい、おいしい。あ、ごめんね皆さん、食べている配信汚いと思っている人もいるかもしれない。食べちゃった。でも食べてるから許してほしい、うん、そして私たちは今後もこういうことを続けるだろう。そうだろう。芸人の下積み時代かな悲しい。事務所ホロライブですが、天下のホロライブにいるのに、なんで私たちこんな貧しい生活してんの。朝マックで大喜びしてるんだけど、うめえもう私はこんなん食ってても余裕で片手で歩くするけどな。やべえ、涙で画面が見えないって。こっちもだよ、こっちもだよ本当だよ、見えないのはこっちだよ。画面も見えねえ、さっきは画面も見えねえ、画面も見えねえ、未来も見えねえ、未来なんかねえよ、お先なんか真っ暗だよ。真っ暗だよこの野郎、ペーペー天使。おいでも朝マックはうめえ、うめえね。これが食べれるならもう一生無収益でもいいかな。うん、これがあればいいや。うまい、うまい、幸せ。おーい、カナタンの、うん、プテラヌドン借りたけどちゃんと返します。あ、いいよいいよ。ミコパイセンが助けてくれたの。死んだの、死んだの。一度死んで、うん、そんでどうしようもなくても絶望の、うん、絶望のカナタンにいたら、うん、カナタだけに、カナタだけに二度と言わないで私が滑ったみたいになった